皆さんこんにちは。ユニティの大下です。同じくユニティの柳瀬です。本日はですね、ちょっといつもと違った企画を考えていまして、株式会社コロプラの秋友さんに来ていただきまして、先日リリースされたタイトル、プリンシプルズの内容と、そこで使われている技術についてお話を伺おうと思っています。秋友さん、本日はよろしくお願いします。お願いします。株式会社コロプラの秋友と申します。はい。で、今回の進め方なんですけれども、実際にですね、今回は柳瀬さんにゲームをプレイしてもらいつつ、その技術的な見どころであったりとか、いろいろ楽しそうなところだったりとかをですね、開発者である秋友さんに解説していただくというような形で、進めたいと思っています。まずは秋友さんの方からですね、このタイトルの内容について改めてご説明していただきたいと思うんですけども、よろしいでしょうか。はい、もちろんです。プリンシプルズは今年の1月に弊社にて設立しました技術検証と、それらの情報発信を目的としたブランドコロプルクリエイターズよりリリースした、ショートアドベンチャーゲームとなっております。で、本作は、スマートフォンゲームでフォトリアルな表現の可能性に挑戦しており、弊社の取り組む最新技術を体験できますので、ぜひ手に取ってみてください。で、配信は App Store と Google Play Store にて行っております。はい。もうすでに体験された方も多いと思うんですけどもね、実際に皆さんの、お手元の端末でも遊んでみることができるようになっているので、ぜひプレイしてみてください。はい。ではですね、そろそろ、プレイの方していきたいと思うんですけれども、柳さん準備はいいですか？はい。では、起動します。始まりますね。はい。こちら iPhone 13 Pro ですね。はい。ということで、タイトル画面が出ています。では、始めます。これも今、実際にゲームの画面がおそらく皆さんには映ってると思います。これがもうフリーレンダーではなく始まっていると。そうです。これはもう本当リアルタイムでやっております。あ、落ちた。落ちたところでメイドウィズインズのロゴが出るという。はい、ちょっとこういう形で演出をさせてもらいました。はい。これがね、もう、スマートフォンのゲームでリアルタイムでこれが出るというのが、すごいですよね。で、シームレスにもうそのままゲームと。はい、そうですね。ここは結構ゲームの画面から、カットシーンとかのところからゲームにシームレスに移動させたいなっていうのは、もうプロジェクトの初期のコンセプトの中にもあったので、その通りにできて良かったなっていうところはありますね。はい。はい。主人公の持ってるカンテナの光がちゃんと揺れて移動していると。このね、ちゃんとこう光源があって、で、周りにこの、金属のバーの部分があるのがきっちり光に反映されてるんですよね、これ。そうですね。この辺のライティングのところはものすごい気をつけて調整をしたという形になってますね。で、ちょっとこの、ライティングキャラが持ってるランタンのところとかすごい気をつけたところがあって、特にやっぱキャラクターのところに近いので、キャラクターとの見え方とかの部分で気をつけないと、ちょっと見え方がコントラストすごい強くなってしまったりとかして、キャラを作ったモデラーさんの方からちょっともう少し見え方とか考えて調整したいみたいな話とかになって、この辺りをキャラモデラーの人だと背景の人とでライティングとで調整しながら進めれたっていうところはすごく良かったなっていうのと、こういった取り組みをしないとそういったところがそういった問題とかが確認できなかったので、それはすごい良かったなって感じですね。はい。フォトリアルだからといって、その出たままそのままというわけではなくて、やっぱり細かい調整だといろそういですね。ろもう入ってそるっれてをことですよごね。い思い知ったっていうのがここの部分になりますね。はい。なるほど。これあれですよね、落ちたところで結構人工物があって、この電球っぽいものが点滅していたりとか、そういうところもポイントですね。ここからどんなところに行くのかというのを想像させてくれると。ありがとうございます。で、スタート地点あたりに戻ってもらえますか？ここも私結構好きで、この一番やっぱり最初に見えるところが、洞窟の岩肌とですね、上から射す光とこの植物と、さらに下の方を見ると、こう水の反射とかも入ってますよね。ありがとうございます。はい。そうですね。こことかも草のところとか光の差すところはボルメトリックフォグとかを使ったりとかしながら調整をしつつ、で、水たまりのところは SSR を入れて、こういった反射これがは、伝わるような形になスクってリーンまスペーす。スのリフレクションをじゃあ、使それわをれ使てる。ってますね。なるはい。ほど。根本的なことをお伺いするの忘れてましたけども、今回このレンダーパイプラインは、まあ、モバイル向けということで、
ユニバーサルレンダーパイプラインということでよろしいですよね。あ、はい。ユニバーサルレンダーパイプラインを使っております。で、別のところは、ディファードレンダリングを使いつつも、まあ、要件に応じて、いくつかの機能とかはカスタムして入れていっているという形になっております。はい。そうですよね。素晴らしい。このクオリティ。本当に。ありがとうございます。はい。では、そろそろ次の場面に行ってみてもよろしいですか？はい。じゃあ、お願いします。この、やっぱり、明かりに向かってプレイヤーは進みますからね。こっちに行ってみようと思いますが。特に何かありますよね。お、この光が当たっているところに。この光を追っていくと、その先その先というふうに誘導される感じですね。そうですね。結構ライティングはやっぱ今回先ほどのディファードを使うっていうところで、光源をピッチに置けるようなところができたので、であればそこでちゃんと視線誘導とかができるようにしようっていうところはチーム内で話をして進めていってる感じですね。はい。おっと、ここに段差がありますね。お他に行けるところはなさそうということで、さあ行ってみます。はい。お、落ちたよく落ちますね、この主人公。まあでも落ちるとね、テンション上がりますからね、ゲームは。落ちた先がでも、先ほどよりも随分こう、見晴らしのいいというか、奥の方まで空間を感じるような場所になってますね。背景アーティストの方から、ここはもう絶対人工島だけでデザインするんだみたいな話とかが上がっていたので、はい、もうそこはじゃあそれでやりきろうというところで、結構調整するの大変だったんですけども、こういった形で最終的に綺麗に仕上がってよかったなと思ってます。私ここのシーンのこの見え方が一番このゲームの中で好きですね。 いいですよね。狭いところってこう進行方向だけつい見ちゃうけど、ここって入った瞬間にこう右にね火花が見えて、でこの火花を見た流れでこう全部見回すんですよね、うんうん、はい。この火花もすごい綺麗ですよね、と乗り越えながらいきますけれども、そうですね、ここの火花についてちょっと説明をしたいなと思うんですけども、こちらをご覧ください。こちらは VFX グラフを使って火花のエフェクトの方を作ってるんですけども。 VFX グラフですね。あ、そうですね、はい。で、まあ火花の今こういう形でバーってたくさん出てるんですけど、ここは発生間隔を今ゼロにしてるからこういう出方してるんですけど、まあそういった形で発生間隔とか外力とか、あとカラーとか、あと衝突判定とかもスクリーンスペースコリジョンを使ってやってまして、 あ、はい、であとはそれらをもうステートフルな設定でつなぐことができるので、結構その手裏剣というか、まあ従来のパーティクルシステムでは出せないパーティクル数とか、あと動きをつけれたりっていうので、まあ、こういった感じでより高品質なエフェクト表現を目指す際にすごい活用できてますっていうところと、まあ、習得難度は個人差あるんですけど、 VFX アーティスト側で一通り組めるので、やりたい表現のイメージをこうエンジニアとアーティスト間で伝えるのにすごい役に立ちましたね。はい、この見せていただいたサンプルだけでもいろんなパターンの火花の散り方してますよね。そうなんですよね。これとかも多分今あれですね、ベロシティのオリエントとか調整したりとかしてるのに向きがいろいろ変わったりとかもするのかなというところですね。はい、なるほど。はい、ではゲームの方に戻りましょうか。はい、これあれですよね、まあ、さっきも電球とかありましたけれども、まあ、結構そこそこ人工物があって、それなりにこう科学が発展してるのかなという背景の世界ですよね。そうですね、この辺はあれですね、あまりこう語るものではなくて、ユーザーがいろいろとこう感じ取ってくれたらいいなっていうので、情報だけをこう散らすような形にしてます。ここはかつて何か作ってたのかなとか、何かを掘り起こしていたのかなみたいなとか、こうユーザーなりにいろいろとこう見て回って考察してもらえればいいなと思っております。なるほど。確かに今崖側の方ですかね、何かちょっと線路が途切れたような場所とかも見えたりして、あの辺りとかもこう想像がはかどりますよね。 ありがとうございます。ここはご想像にお任せしますいいですよね、こうトロッコとかね乗りたいですよねあります。ドラム缶とかも、ドラム缶の質感とかすごいです。ありがとうございます。こことかも DCC ツールとかでサブスタンスとかそういったものとかも使いながら、質感とかの表現をこう細かくできるようにっていうのも、まあ、ちょっとこの作品の外側の話になってくるんですけど、そういったところの環境の整備をしているという感じです。なるほど。散らばっているものの数がすごいですよね。ありがとうございます。結構こう
情報量を画面の中多くしていきたいみたいなところがあったので、結構やっぱ昔というか、やっぱモバイルとかだとやっぱ、こう開けたようなマップとかになったりとかで、ちょっと情報量とか密度出すのが難しかったりするところあるんですけど、まあ、技術的な取り組みとして、まあ、今後の、パフォーマンスが上がっていくとか、そういったスペックが上がっていくというところを見越した上でもっとこう情報量を多くしても大丈夫なんじゃないかというところで、こういった絵作りにしていってます。少し奥の方に進んでみましょうか。あ、はい、入ってみたいと思います。こういうね、段差を乗り越えるところとかもすごいスムーズにいきます。すると、はい、これも何だろうとか、これあれですよね、電気がついたままででも人はいないから、撤退したんじゃなくて何かあって急にみんないなくなったのかなとか、こう想像しながら先に進みますよ。そういった考え方もできるわけですね。はい。このね、また奈落の部分とかも僕のおかげですごいこう、まあ、怖さが出ますね。ありがとうございます。またあれですよね、こことかね、ライトとこのフォグの組み合わせがすごいかっこいいですよね。そうですね、こことかあのライトの部分のところなんですけど、やっぱりあの今回光源たくさん置けるっていうところで、背景だけじゃなくてエフェクトの方もいろいろとこうライトの影響を受けるようにしようみたいな取り組みがあって、でその中で、まあ、煙が出てるところの近くの、まあ、こういった形でライトのちょっと電気が切れそうになってるみたいな演出をできればっていうのも、こういった形であの実現できたのは良かったなというところですね。はい、このライトの明滅いいですよね。これただ点滅するんじゃなくて弱くなってまたついてみたいな。で、飛び降りました。で、まあ、ここからここは戻れないところというふうになってるわけですよね。まあ、こうやってエリアをちょっとずつ区切って、まあ、連続してるけれども、こう、まあ、メモリに全部載せなくていいようになっていると。で、こっちに行くと、まあ、通れないので、じゃあ今度別の方向行ってみましょう。まあ、こういう時ね、やっぱり明るいところに何かついてるときますよね。ちょっと光ってる何かがありますね。何でしょうね。はい、では、撮ってみますと。あ、ここはデモが動いてますね。おっと、また落ちてるけれども、そうですね、本当やっぱ落ちるシーン多いですね。まあでもなんかこの固定をしてれば落ちても大丈夫と、こうやって見つけたものを見つけ、まあやっぱりアイテムをね、最初のアイテム獲得する瞬間ってすごいワクワクしますよね。なんかそういった感じになんか伝わるようなカットシーンが作れたのは良かったなって感じですね。はい、このアイテム自身にも光源が仕込まれてるんですか？そうですね、はい、そこに対しても仕込まれているので、あの基本的に移動するとあの背景とかもそこの影響を受けるような形になっています。ああ、なるほど。いいですね。あ、そうですね、はい、淡く光が当たっている。本当に複雑で美しい。ありがとうございます。さあ、これでじゃあ通れなかったところが、おっとアイコンが出てますね。何か破壊ですかね。これ何ですかね。はい、じゃあどうしよう、吹っ飛べ。おー、吹っ飛んだ。いやー、この破壊のね、このふわっとした破壊がいいですよね。爆発とはまた違うなんか良さがある。まあ、こういろいろお聞きしたかったんですけど、こう一瞬の中に凝縮されすぎていて。あ、そうですね、ここはちょっと説明をした方がいいのかなと思ってまして、こちらをご覧ください。あのスフィアモデルでの木箱のちょっとこれは破壊の検証画面になるんですけども、まあ、フーディニで出力した破片モデルと、それらの制御、リジットボディを使って行っています。で、外力かけるところは独自の、まあ、弊社のコンポーネントを使ってるんですけども、まあ、破片の密度と空気抵抗を現実のパラメータに即して、設定することが可能になってます。で、また、ゲーム的な質量を無視した、その激力の設定とかも調整可能になっているというものになります。で、まあ、破片は、真面目に、計算すると負荷があるので、インパクトの瞬間に間引いたりとか、あとは、ある程度動かした段階で計算を止めるとかといった最適化を行っています。なるほど。さて、じゃあ先に進んでいきますが、またこの先にちょっと気になるものとかがありつつ、はい、破壊。どうかという感じで、進んでいきます。画面にブラーとかもかかってますよね、破壊の先に。ありがとうございます。そうですね、ここはラジアルブラーがかかるような形にしてまして、
本当一瞬なんですけど、そことか気づいていただけて嬉しいです、はい、やっぱりインパクトの瞬間にすごくこう強調されて、ね、気持ちいいですよね。何回も使いたくなりますね。あ、わかります。本当だからチーム内であれなんですよ、木箱を壊すだけのステージ作らないかっていうのでもうなんか これとは別のシーン作って、ただただずっと木箱が上から降ってきたりとか突然現れるのを壊し続けるのってどうかみたいな話もちょっとチーム内で盛り上がったりとかしました、ね。ええ、はい、それもちょっと見てみたかった気がしますね。そうですまた別の機会でお見せできればいいかなって感じですね、はい。そう、だからこそあれですよね、進行方向じゃないところにも木箱をたくさん置いて、はい、たくさん壊せるようにしてる。そうですね、本当個人的にはもっと壊したいぐらいですねいや、そうですよね。ちゃんと破片として残ってるし、このランダム感のある部品が本当にいいですよ。ありがとうございます。ここもはい、破壊していきます今改めて見るとここの木箱の置き方すごい重ねてますね。なんか改めてちょっと大きい画面で見て気づいたんですけど木箱壊した先にあれ階段ですかね。あ、何か見えますね。そうですね、こういうね、このライティングとね、この先に進むこの誘導がね、うまいんですよね。今度、あ、なんか明るいところに出てきた。あ、はい、でもそこにまだ壊せるものがある。あれですね、木箱のこの破片の音が僕はすごい好きですね。ああ、でもそうですよね、わかりますね。こことかね、パッと見るとなんていうんですかね、もうポリゴン感があんまりないというか、ちょっとしたこう絵のような、質感になってますよね。こういうところが本当に細かく調整したクオリティの高い絵作りだなと思います。お、そしてこれは破壊はできなさそう。ちょっと、ね、強そうですよね。なんとこう、さすがに木箱って感じではないですよ ね明らかに外に進むところなんだけれどもって。向こうから光が差してますもんね、はい。で、こういう時はなんかちょっと別なルートを探すと。はい、登れますね。気づきましたか。ちょっと青い色がね、少し入ってますよね、さっきのところ。そうですね、こことかライティング以外のところとかでも、こういった形で視線誘導ができればっていうところと、あとこういったこう貼り付けるようなところの部分とか、結構デカールとかを使ったりしながら表現とかもしてるので、そういったところも結構取り組みとしてやってみて、良かったなという感じですね。はい、デカールだったら後で、ね、あ、そうですね、編集することもできるので、はい。でこういうところ登れるよというのを示してくれていると、はい。さて、ここに行くと壊し慣れてきましたね。そうですね、なんかすごいこう息をするように破壊ができる。そうですよね、緑のものを見つけて壊したくなるこれ今これも直接ではない、このドラム缶ですよね。ここからドラム缶を打って、壊していると。上から上に置いてある爆薬が入ったものとかを落として、でそれで壁を壊していけるようにするっていうデザインになっているところですね、はい。今のあれですよね、破壊はちょっとこれまでの木箱の破壊とは違う形になってましたよね。そうですね、ここはさすがですね、ここはリアルタイムのシミュレーションではなくて、ベイクアニメーションになってます。フーディーの方で破壊のフローとかを組ん でそれを使って、アーティストがこう意図した動きをつけれるようなっていうところをするような形で作っております。リアルタイムだと結構その地面の起伏に合わせたりとかして衝突判定をしてくれるんですけども、ちょっと負荷が高かったりとか、あと、ちょっと意図した動きをしなかったりするっていうところがあるので、木箱みたいなところであればこういったリアルタイムで処理した方が良かったりするんですけども、こういう見せ場っていうところに関してはベイクアニメーションを使うみたいなのもちょっと破壊の演出の取り組みとしてやってみたというところになります。あれですよね、こうやって自分の位置関係と破壊されるものの位置関係が決まってるから、そういう演出をきっちり見られるし、あと絵としてもこの壊れるところがしっかり見せられるということですよね。あ、そうです。こちらはエクスプロージョンシェーダーの編集画面になります。もろもろのテクスチャーはフーディーのフローを使って出力しています。で、モーションベクターテクスチャーを使ってテクスチャーシートアニメーションのフレーム補完を可能にしているっていうところで、スローモーションとかを演出でかけた時とかにこういったパラパラアニメーションってカクカクしてしまうところがあるんですけど、こういったところもスムーズに補完できるような形になっているのと、あと炎と煙のパラメータ調整を細かくできる
っていうところと、それに合わせて GI の影響度であったりとか、転向源ライティング、あとマルチディレクショナルコントリビューションの調整もできるなど、まあ、結構マテリアル上で細かく調整できるようになってまして、まあ、フーディに戻って作業し直すところが少なくて、結構アーティストが重宝しているっていう形になってます。モーションベクターを使って、その、複数枚のテクスチャをブレンドしているというようなニュアンスでよろしいですかね。そうですね。それを使って、結構こうスローモーションかけるとカクつくとかがあったりすると思うんですけど、はい、そういったところを保管するような形にしてます、はい、マルチディレクションコントリビュートとコントリビューションというと、はい、これはライティングのテクニックの一つになってきますか。そうですね、この辺りライティングのテクニックの一つになってくるんですけども、この辺ちょっと説明しだすとすごく長くなってしまいそうなんですけど、この辺りもしかするとね CG ワールドの方を見ていただくといいかもしれない。そうですね、ちょうど言おうと思ってたところなんですけども、はい、そちらの方がかなり弊社のエンジニアとアーティストの方で細かくお話ししてますので、そちら見ていただければなと思います。はい、ぜひそちらもご覧ください。はい、じゃあ通れるように、早速行ってみましょうか。これね、飛び降りる時のこのね、ちょっとした動きとかもいいですよ。ありがとうございます。よく見るとね、マウントが結構綺麗に動いてるんですよね。確かに明るいところからだったらもっと見えるのか、はい、ここ進んで、これそうですね、とかに、はい、そして今私が言ったちょっとした小飛び降りの動作キャラクターのモーションとか動き見どころ多いですね。ありがとうございます。マントのところはあれなんですよね、スプリングボーンをカスタムして布とか の表現、まあ、このマントの布とかの表現にも使えるようにっていうのを、これ弊社の方でカスタムして活用しているという形になります。なるほど。ここで飛び降りてみると多分飛び降りモーションとマントの動きが両方見られるか。はい、じゃあ飛び降りてみます。このマントの動きはこう決め打ちのモーションではなくて、ある程度こう動きに沿ってリアルタイムで出てるということですかね。そうですね、スプリングボーンがもともとソースコードが全て公開されているような状態でのものだったので、そこに対していろいろと手を加えていったところ、これなんか布の表現とかそういったところでいろいろ使えるんじゃないかっていうので、まあ、活用して、でどうせなら今回この主人公がマントをつけてるので、そこのところにも入れてみようという形でちょっと、調整して入れ込んでみたというところで、まあ、結果的になんかこういった意図通りの見せ方できたのは良かったなという感じです、はい、すごく効果的だと思います。ありがとうございます。さて、ここから外に出られるんでしょうか。外に行ってみたいと思います。ああ落ちた落ちてしまいました。カウントしたくなったよね。毎度のことながらよく落ちるなこの主人公って感じですねでも今度はちょっと今までとは違った、ね、自然物っぽい洞窟になりましたね。そうですね、さっきとかは結構こう見えてくるのかなっていう、はい、水の流れる音がします。さすがです。はいですね、ちょっとなんか草木のあたりとか説明した方がいいかなと思うんですけども、ぜひ、はい、ちょっとこちらをご覧ください。そうですね、草木の部分はスピードツリーの編集、スピードツリーを使ってるんですけども、まあ、こちら編集画面なんですけども、まあ、エンディングのところに向かうこの草木のところとオープニングエリアのツタなどもこれで作成しています。でノードベースなんで枝を増やしたりとか幹の長さを調整するとかなど自然な形状、枝振りが楽に作成できるのに加え、まあ、適用するマテリアルとかテクスチャー次第なんですけども、デフォルメとかリアルテイストにも対応できるので、そこはすごい便利だなっていうところと、まあ、やりすぎ注意なんですけど手作業での調整を混ぜることができるのもすごい良いなっていうところですね。であと、まあ、後半の方で最適化のフェーズで LOD モデル の自動生成とかもすごい活躍したっていうところで、はい、っていうのがすごい良かったなっていうのと、あとこれ本当余談になるんですけども、リリース前のメディア体験会みたいなのがあったんですけど、はい、そこでライターさんにこの編集画面をお見せしたところ、すごい反応が良かったんです。多分なんかこのニョキニョキって動く感じが良かったんでしょうねなるほど、なるほど、はい、スピード3確かに同じ樹木とかでバリエーションも簡単にたくさん作れたりとか、うん、いろいろメリットありますよね。 すごく細かくて設定するところに葉脈とかそういったものの数とかこう形状とかもあったりして、すごく細かいんだなというところに驚きました、はい、植物のためだけのツールですもんね。そうですね、スピードツリーなので、はい、この構成だと早く行きたくなりますよね、うん、イベントシーンに突入、広い
何か奥にあるというところで、お、これは、あ、この後の展開が、あ、さっきのあれです、あ、このオープニングの光がここでというところで終わったはい、という形で、あの、ここすごい喋りそうになったんですけど我慢しましたどういう反応するのかなみたいなところがあったので、これはやっぱり、あの、表には出してない裏のストーリーというのがいろいろあるっていうことですかね。そうですね、あと、まあ、本当、あの、こう開発側の事情でいろいろあったことも、まあ、僕らの視点で見るとあそこのエリアってすごいこう、あの、諸事情があったりするところ、諸事情、はい、あの、本当はもう少しあそこのエリア歩けるような想定だったんですけど、そことかがちょっといろいろな事情で難しいところ、こういった形でこう調整したという形になります。でもね、この今後の、ね、展開がまた楽しみになってきますよね。本当ですね。やっぱりこう実験プロジェクトってちょっと物足りないぐらいで終わった方が先がすごい楽しみになってくるありがとうございます、はい、そうですね、結構関わられた方もたくさんいらっしゃるんですかね。そうですね、結構、あの、ピンポイントで入ってくれた方とかもいるんですけど、まあ、大体、あの、主要なところで言うと20名いくかいかないかなぐらいのところですね。全体で見るともう少しいろいろとこう関わってる方多いんですけども、で、結構その取り組みとしては、あの、まあ、僕が管轄している技術研究部のメンバーだけではなく、そのプロダクトの方とかにもいる、あの、若手だったりとか、まあ、中堅の方とかも含めて、結構こう、あの、部署間またいで作るみたいな形でやったので、そういった意味でもちょっとこう普通の多分デモよりか人数多いのかなっていう感じがしてますね。なるほど。でも、そのいろんなチームでデモ作るのってちょっと良さそうですよね。こう技術チームだけのものにならないというか、みんなでその成果が共有できるようなところがありそうです。そうですね、あの、結果的にそのいろんなプロダクトに入ってるメンバーに協力して入ってもらったことによって、まあ、作った後に、あの、その技術を知ったメンバーがまたタイトルの方に戻っていって、で、そこで、あの、ここで得た知見とかまた他のプロダクトで生かしていくみたいな動きもできているので、これはなんかやってみてよかったなっていうところがありますね、はい、いいですね。最後、あの、まあ、オープニングもそうなんですけれども、結構プレイしていて自然にイベントに入ったりとか、イベントからそのままスッとゲームプレイに入ったりみたいな流れがすごく、あの、よくできてますよね。あ、そうですね、この辺ちょっとなんか、まあ、お話として、あの、した方がいいかなと思うところはあってですね、まあ、こちらの画面になるんですけど、まあ、あの、プリンシプルズでちょっとこう使ってて、あの、タイムラインの自由度の高さにすごい驚いたなというところがあって、まあ、それにちょっとこう気をつける部分はあるんですけども、はい、まあ、こちらの画面のようにアーティスト側でモーションのブレンドなど調整がしやすくて、まあ、モーションとか結構こう限られたリソースとかをこうブレンドすることで有効活用するっていうところにも役立ちましたね。で、まあ、ちょっとこの辺お話ししたい内容自分から振っておいてなんですけど、すごく、あの、いろいろありすぎて、あの、時間足りなくなってしまうのでまた何かしら別の機会でお話しできればなと思っております。はい、ぜひちょっとお聞きしたいですねよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、では最後にですね、プリンシプルズの今後についての展望というのをちょっとできれば伺ってもよろしいですか。はい、プリンシプルズの今後についてお話しいたします。まあ、フォトグラメトリとか大気散乱表現とかキャラクター制御など様々な検証をこのコロプルクリエイターズの中で取り組んでいますので、まあ、そういった更新なども、あの、このプリンシプルズや、あと、あの、今後のアプリなどで盛り込んでいきたいなと思っております。また、コロプラでは Unity をフル活用したゲーム開発を行っています。ゲームジャンルも RPG、アクション、スポーツ、パズルなど多岐にわたっています。そういった経験や知識を有する方、興味のある方はぜひご応募くださいというところと、まあ、様々な媒体で外部発信しておりますので、よろしければフォローよろしくお願いします。はい。そして、3月30日木曜日19時より、コロプラ主催のオンラインセミナーを開催します。本セミナーでは、プリンシプルズをはじめ、同日にリリースされました、モンスターユニバースの制作方法や 3D 表現をご紹介いたします。さらに、今回は未発表の新規開発タイトルの制作状況についても特別にご紹介いたしますので、コロプラの開発手法や、あと現場の雰囲気などに興味ある方、ご応募お待ちしておりますので、よろしくお願いしますというところと、詳細は概要欄に記載してありますのでご確認ください。これはどういった方でも、あの、応募して大丈夫なセミナーでしょうか。そうですね、どういった方でも、あの、大丈夫ですし、まあ、ただ、あの、メインは、あの、 3D デザイナーさんとかがメインになってますので、そういったところだけちょっとご了承いただければというところになっております。なるほど、はい、ぜひ私も見させていただきたいと思います。ありがとうございます
そして、最後にですね、今検証している大気散乱表現のデモ動画をお見せします。まあ、モバイル向けに軽量化と、あと見た目の品質のバランスを取りながら検証を進めておりますので、こちらも楽しみにしていただければなと思います。これもものすごく、ね、ちょっと短い時間でしたけど、気になる要素がたくさん入ってますよね。あ、そうですね。すごくたくさん入っております。ミーレリーとかの、まあ、大気散乱の計算のところとかを、まあ、こう近似で表現したりとか、まあ、あと、はい、こういったこう空の表現とかって結構マッハバンドみたいな形でこう崩れてしまうところがあったりするんですけど、そういったところも崩れないように工夫したりとか、あとまあ雲の表現とかもちょっといろいろと検証をしているといったところになりますので、こう結構入っている情報量多いんで、これもそうですよね、そうですね、また別の機会でお話しできればいいなと思っております。変化していくのがね、すごい綺麗ですよね。 ありがとうございます。はい、ではですね、本日は秋友さんをお招きしまして、プリンシプルズについての放送をお届けしました。はい、最後までご視聴いただき皆さんありがとうございました。ぜひですね、この機会にゲームの方も体験していただければと思います。またこちらについてご感想とかあれば、ぜひこの動画にですねコメントいただければ幸いです。はい、それでは今日は2人ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。